はい、ちかぱんです。1万個以上のパンを食べ歩いたパンマニアです。美味しいパンを食べに行きたい。でも頻繁に行けるわけではないから、できたら時間のロスなく一度でたくさんの美味しいパン屋さんを回りたいですよね。この動画を最後まで見ていただくと、何曜日のどのルートで行けば時間のロスなく美味しいパンに出会えるかがわかります。パン旅をテーマに投稿しているので、次の動画を見逃したくないという方、チャンネル登録して一緒に美味しいパンに出会っていきましょう。今回は東武線パン旅、それでは行ってみましょう。東武東上線の鶴瀬駅からスタート。最初に行くのはブーランジュリーこと。駅から近く徒歩2分くらい。大きなガラス窓、お店の前には緑と、入る前から気分のいい空間。飛騨高山の名店トランブルーで9年間修行したシェフのお店です。9時半のオープン直後に行きましたが、クロワッサンやデニッシュなども焼き上がっていましたよ。こちらで購入したのはオランジェ。このパンに出会えたから今があるとおっしゃるシェフの一押し。オレンジを一房ずつ丁寧に取り出しているので、舌の上に感じる果実感がたまらなく美味しいです。人気ナンバーワンのクロワッサン。3日間寝かせて作っているらしく、外はサクサク、中は弾力あり、食後感は軽め。端っこのガリガリが個人的に大好き。リュスティック。バゲット生地を使用していて、大きさもちょうどいい感じ。バゲットも購入して食べたのだけれど、それよりクラムはみずみずしいです。粉の旨みを堪能できる食事パン。オランジェの断面はこんな感じです。クロワッサンの断面はこんな感じです。リュスティックの断面はこんな感じです。続いて向かうのは東武練馬にあるメルシーライフオーガニックス。南口の改札を出て旧川越街道を6分くらい歩くと、左に白い外観が見えてくるので到着。店内はめっちゃ開放感あり、クロワッサンが人気なのか、プレーンなものから変わり種まで何種類もありましたよ。こちらで購入したのは高級バターカスタードデニッシュ。舌の上でとろける滑らかなカスタードクリームと、バリサクなデニッシュとのコントラスト。そして見た目も華やかな贅沢な一品。一番人気のメルシークロワッサン。ざっくり。これはトーストし直す必要なし。時間が経ってもザクザク。バターのコクは感じるけれどしつこくはなく、エアリー感あり。久しぶりに好きなタイプのクロワッサンに遭遇。有機あん京都宇治抹茶クロワッサン。抹茶入りのクロワッサンにあんこが入っていることで味の変化も楽しめましたよ。高級バターカスタードデニッシュの断面はこんな感じです。メルシークロワッサンの断面はこんな感じです。有機あん京都宇治抹茶クロワッサンの断面はこんな感じです。最後に向かうのはブーランジェリーゴフ。上福岡駅から徒歩で10分くらい。閑静な住宅街の中にあります。朝は8時からオープンしているのですが、11時前後が一番品揃えが良い様子。ただこの日は品数少ないかもと思いつつも、早めに訪問しちゃいました。こちらで購入したのはラウンドメープル。本当は湯種の食パンを買いたかったのですが、焼きたてでカットできず、同じ生地を使っているらしいこちらを購入。もっちり弾力あり、柔らかく、メープルの優しい甘みが癖になります。クロワッサン。バリサクというよりは柔らかいという印象が強いです。ただこれは下手に温め直さずに、この柔らかさを堪能したい感じ。バターの旨みが層から溢れてるクロワッサンでした。チョココロネ。コッペパンのようなシンプルな味わいのパンに、滑らかなチョコクリームが入っています。子供の頃から大好きなパン。ラウンドメープルの断面はこんな感じです。クロワッサンの断面はこんな感じです。チョココロネの断面はこんな感じです。ここまでの復習、東武線パン旅一言で言うと、デニッシュ系が美味しいということ。3軒のお店でクロワッサンを含めたデニッシュ系を中心に購入しましたが、お店ごとに味わいや食感に違いがあり面白いです。今回のお店、水曜日から土曜日までなら全て回ることができます。東武線パン旅、参考になりましたでしょうか。パン旅をテーマに投稿しているので、次の動画を見逃したくないという方、チャンネル登録してくださると嬉しいです。次はここに行ってほしいなどありましたら、コメント欄で教えてくださると嬉しいです。それでは次のパン旅でお会いしましょう。